はあ、お腹すいたな。何か食べ物はないかな。ん？なんだこのトーテム、なんか光ってるな。これって食えっかな。あいつ、伝説のトーテムを持っていますね。ゴブリンゴ様、攻撃の許可を。奴からトーテムを奪います。お待ちなさい。それよりも奴の戦闘力を測ってからです。ゴブリンゴ様、私にお任せを。ま、どうせあんな奴雑魚に違いない。戦闘力1000、2000、5000、1万。バカな、戦闘力がどんどん上がる。戦闘力5万、10万、もっと上がる。50万、100万、1000万。うわあ、測定不能です。ゴブリンゴ様、いかがいたしましょうか。ハッ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 、面白いじゃねえか。ブラッククリーパーさん、自爆してきなさい。わかったぜゴブリンゴ様。自爆してこいって言ってんだよ。マジで腹減ったな。こっちを見ろ。え、ああ、なんだ。はじめまして、そしてさようなら。お前と俺の命はここで終わり。あなたには恨みはありませんが、この伝説のトーテムは私たちがいただいていきます。爆発の威力強すぎだろって思った人はチャンネル登録と高評価よろしく。あれ、ここは一体どこだ。どこなんだ。誰かいる。ちょっと話を聞いに行こう。よく来てくれた。すまない先生。あなたは一体、それにここはどこなんだ。ここは天国と地獄の狭間。私は神様であり、君は先ほど死んだ。そういえば、変な奴に爆破されたんだよな。いろいろ混乱している中申し訳ないが、力を貸してほしい。協力するのはいいけど、僕死んでるしな。まあ話を聞いてくれ。地球外から来たゴブリンゴ星人の手に伝説のトーテムが渡るのを阻止してほしい。伝説のトーテム？何それ。この3つのトーテムが揃うと、どんな願い事でも叶うんだ。じゃあ今3つあるから、僕は生き返ることができるってこと。あ、それ偽物だから効果ないよ。はっはっは、ダースライ。おい、ちょっと君、何してんだ。おい、ちょっと、うわー、期待させてすまなかった。トーテムを集めようにも、僕死んじゃってるから何もできないぞ。君には優秀な生徒がいたよね。彼らがトーテムを集めてくれるぞ。ちょっと待って、やめて。ほんとほんと、私の勘だが、君の生徒たちは必ずトーテムを集めて君を復活させてくれる。なんでそんなことわかるんだ。神様だからね。すまなかった。それより今の君では本気を出したゴブリンゴ星人たちに勝つことはできない。だから生き返るまでの間、私と猛特訓して君に究極の技を伝授する。究極の技？一体何をすればいいんだ。でも究極の技を使うには強靭な肉体が必要だからね。究極の技の前に今から3つの特訓を行ってもらう。すまない先生、お花です。くそー、どうしてこんなことになっちまったんだ。嘘だと言ってくれよ。すまない先生。おそらくすまない先生は誰かに襲撃された。誰かとは誰だ。すまない先生の遺体を調べた結果、何者かに爆破されたということが分かりました。え、犯人は一体誰なんだ。すまない先生は
もう帰ってこないんだ。ま、すまない先生は何度か生き返ってますけどね。絶対に犯人許さねえからな。ああ、先生の仇は絶対に取るぞ。それでは各自分かれて、すまない先生を殺した犯人を探しに行きましょう。了解。それでは一つ目の特訓はアスレチックだ。このステージを最後までクリアするんだ。なるほど。まあアスレチックは得意だからね。よし、サクッとクリアしますか。待て、ん、私も連れて行け。これでいいのか神様。そうだ、神を持っているんだからな、丁重に扱えよ。もし万が一失敗するなんてことがあったら、ただでは。あ、やべ。失敗してしまった。大丈夫か。大丈夫そうだね。ちょっと待て、私は神様だぞ、もっと丁重に扱え。落とすなんてことは絶対。それ、ちょっとミスってしまった。神様重いんだもん。重いとか言うな、失礼だぞ。あ、今回はいけそうだね。やった、第一関門突破ってね。じゃあ続いてはステージが、ああ、アイスブロックか。足場が滑るからちょっと危ないな。しかも神様持ってるから前見にくいな。邪魔だな。聞こえてるぞ、邪魔とか言うな。いや、だって全然前見えないんだもん。こうやっていって、あ、あと、あくそ、いつまでも足踏みしていられない。早くクリアしないと。ふう、なんとかクリアした。何回死んだかわからないな。確かすまない先生がやられたのはこの付近でしたよね。何か痕跡がないか探ってみましょう。はい、ミスターブラッキー。何ですかミスター赤ちゃん。本当にこの辺にすまない先生を倒した犯人がいるのかよ。わかりません。ですがすまない先生はこの近くでやられたので、何かしらの手がかりがあるかもしれません。何でしょうか。あそこに団体様がいますね。真ん中に何かありますね。双眼鏡を置いてと。残るトーテムは一つ。あと一つ集めれば何でも願いを叶えることができる。何でも願いを叶えることができるだって。え、じゃあそのトーテムってのを集めれば先生を生き返らせられるんじゃね。可能性はあります。それにしてもあの青い地球人、弱かったな。名前は確かすまないとかいうやつだったな。そうですね、地球上では一番強かったみたいですが、俺たちの敵じゃね。すまない先生をやったのはあいつら。よしミスターブラック、ぶん殴りに行くぞ。いや、ここは冷静に奴らの後を追いましょう。それでは第二の特訓を始める。第二の特訓はここを100周するんだ。100周？冗談きついな。わざわざこんなところに来てまでランニングするのかい。そうそう、究極の技を使うためには強靭な肉体が必要だからな。ランニングして体力つけようぜ。なんかちょいちょいムカつくんだよね。まあでも100周だけだったら簡単かな。まあそう言うと思って、君はこいつから逃げながら100周してくれ。え、ああ、君は神様の隣にいたスノーゴーレムだよね。まあでも君なん、ええ、ははははは、血祭りにあげてやるぜ。おい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 、嘘だろ。あいつから逃げながらここを100周しろってのか。あれ、でもあいつあんまり速くないな。普通に走ってれば追いつかれることはなさそうだ。で、待った。なんか加速してきたんだけど。ちょっと待った。早すぎるじゃないか。こいつから逃げながら本当に100周しろってのか。冗談じゃない。くそ。でもやるしかないから
さっきよりは早く走んないとな。いや待て、あいつやっぱり速いじゃないか。くそ、うわ、まずい、追いつかれる。くそ、一周もできないじゃないか。早くしないと血祭りにあげるぞ。ああ、さっきのスローゴーレムとは打って変わって凶暴すぎるだろう。くそ、でも僕もやすやすとやられる気はない。さらにさっきよりスピードを上げてあいつを振り切る。よし、スピードは互角。これだったらまずは一周できそうだな。よし、初の一周目、これで完走。あと残り99周だ。なあ、ふう、くそ、まだ一周しかできないけどな。こんなところで諦めるわけにはいかない。よし、さっきよりもスピード上げて絶対に着手する。あ、いい感じいい感じ。あいつのスピードもかなり速いが、この速度を維持すれば追いつかれることはなさそうだ。よし、どんどん走っていこう。よし、まずは1周目、残り99。結構気が遠くなるな。でもあいつにやられるよりはいい。で、なんだか加速してきてないか。距離がだんだん縮まってる。まずい、もっとスピードを上げないと追いつかれる。よし、2周目、残り98周。やっと着いたぜ。これがあいつらのアジトだな。結構いい場所じゃねえか。だがな、すまない先生の仇は打たせてもらうぜ。ミスターブラック、なんかあったら頼むぜ。かしこまりました。よっしゃ、行くぜ。このミスター赤ちゃん様が全部ぶっ倒してやるぜっていきなり。なんだよこの数、どんだけ待機してんだ。で、やべ、ミスターブラック頼む。で、おいミスターブラック、なんだその魔法は。すっげえチート武器持ってんじゃないかって。でご安心、ミスター赤ちゃんに当たってもダメージは受けませんから。そういう問題じゃねえよ。で、俺に当たってるんだって。確かにダメージはねえけどよ、いちいち吹っ飛ばされるんだこっちは。うわーって痛いって。あーもう、なんなんだこいつら、なかなかやられねえじゃねえか。おいミスターブラック、早くって。なんだそりゃ、すっげえビーム打ってるじゃねえか。よし、俺も応戦するぜ。こいつらをぶん殴って、ほらほらほらって。おいミスターブラック助けてくれ。うわー、危なかった。助かったぜミスターブラック。ま、それほどでもありませんね。さあ、おい、敵をぶっ飛ばしてお手も奪ってやるぜ。急ぎましょう、時間がありません。よっしゃ、さっさと出てきやがれミスターブラック。何かあったら援護頼むぜって。おいまたかよ、こいつら数多すぎって。ミスターブラック、頼むって。うわー、またその照射ビーム、かなり強えな。てか俺もその杖使いてえなって。でああ助かったぜミスターブラック。ん、なんだこのチェスト、中に何か入ってるか。うわー、ダイヤモンド装備入ってんじゃねえか。ミスターブラック、こいつを着な。感謝します。あ、俺の分もあるじゃねえか。よし、ダイヤモンド装備を装備して。よっしゃ、ダイヤモンド装備、これだったらこいつはまさに鬼に金棒ってな。さあ、どこにいるんだ他の奴らは。おいなんだよあの数。ミスターブラック、どうしました。なかなかの兵隊がスタンバっていますね。くそ、こいつらって足元が抜けてるじゃねえか。これじゃあいつらに攻撃できねえ。ミスターブラック、やっちまえ。仕方ありませんね。では照射ビームで奴らを丸ごと焼き払っていきましょう。どうだ、俺の実力は手も足も出ねえだろ。いや、あなたは何もしていませんけどね。ま、これが終わるまでしばらく後ろで待機していてください。お前らとはな、格が違えんだよ格が。お前らなんて俺が出るまでもね。ミスターブラック一人いれば十分ってな。俺と戦いたかったらまずはミスターブラックを倒してからにするんだな。お、全部倒したんじゃねえか。目標は全て倒しました。よっしゃ、じゃあこの先に進んでいくぜ。
あれ、なんだかずいぶんぶっ壊れてんな。敵の親玉は一体どこにいるんだ。もしかしてビビって入っちまったか。あいつはさっきのやつ。貴様らの戦闘力は100と500か。大したことないやつらだな。行け、レッドストーンゴーレム、やつらをなぎ払え。それでは最後の特訓だ。最後の特訓はあのスノーゴーレムと戦ってもらう。スノーゴーレムと？多分一瞬で勝っちゃうけどいいのかな。そんなこと言っていいのかな。負けた時恥かいちゃうよ。ほんと、ちょくちょくうざったいんだよな。まあいいや、この刀でお前を倒すぞ。さあ、いつでも来い。さっきのやつに変身するのか。違う。じゃあ一体何に変身するんだ。なんだ、スノーゴーレムの形がどんどん変わって。あれは僕自身じゃないか。っていうか、なんか頭から刀入ってるぞ。最後の敵は自分自身だもん。さあ勝てるかな。なるほど、最後の敵は自分か。相手にとって不足はない。出さない。あいつ頭から剣生えてるし、しかも大型の剣を持っている。切られたらまずいね。でもひるみはしない。すまない。くそ、外したか。なかなかやるな。くそ、我ながら自分は強いな。しかもさっきよりも攻撃の感覚が早い。でも見切れてはいる。ああ、すまない。すまない。回転攻撃、危ないな。一発でももらったら普通に危ない。次の一撃で勝負を決める。あー、すまない。よし、僕の勝ちだ。おめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとう。それじゃあ君に究極の技を伝授する。あ、なんなんだこいつは。変な奴を召喚してきやがった。ミスター赤ちゃん、そいつに接近するのは危険です。一度下がってください。いや、下がったってな、俺は斧しかねえからな。接近する以外敵を倒すことはできねえんだよ。あ、舞い上がれ。全然ダメージ食らってねえぞ。なんなんだこいつ。おい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 、ミスターブラック、マジで言ってんのか。それやったら俺も巻き添いなんですけど。おい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 、敵の館丸ごと吹っ飛んじまったじゃねえか。ミスターブラック、そのビームをもってしても全然ダメージ与えてらんねえぞ。いや、このビームは撃っていれば撃っているほどダメージが増加してくるのです。少々お待ちを。あ、さすがミスターブラック、あとはやっちまえって。うわー、バカな、お前たちの戦闘力は100と500のはず。戦闘力、何言ってかよくわかんねえな。おいおい、ミスターブラック、さすがにそいつはやりすぎじゃねえか。いや、すまない先生の仇です。お、敵をぶっ倒したぜ。どうだ、俺の実力は。さてと、トーテム、トーテムっと。あ、あれだよな、さっきあいつらが持ってたトーテムってのは、こいつを捨てて、さあトーテムをゲットしたぜ。あと2つ集めればいいんだっけ。奴らの話が本当であれば、3つ集めればすまない先生を助けることができるかもしれません。報告があります。どうしましたか。ゴブリン星人2号が地球人にやられました。ほう、少しは骨のある地球人がいたみたいですね。しかし我々に歯向かうとどうなるのか教えて差し上げましょう。最後まで動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価もよろしく。他の動画もよかったら見ていってくれ。